さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。さあ今回の放送はつい先日現地時間11月の5日に行われた WBA 世界ライトヘビー級タイトルマッチ、ディミトリー・ビボル対ヒルベルト・ラミレスの一戦について、試合観戦後の試合結果振り返りをしていきたいと思います。試合結果へのネタバレに触れていくんで、まだこの試合を見ておらず結果を知りたくないという方は、ぜひ試合を見てから戻ってきていただければ幸いです。今回のこの試合はちょっと試合前に時間がなくて勝敗予想の動画を作れていなかったんですが、世界的にはかなり注目度の高い試合でしたよね。一つ前の試合で世界的スーパースターカネロに勝利したことで一躍時の人となった20戦全勝無敗のチャンピオンビボル対、もともとは一つ下の階級であるスーパーミドル級で世界チャンピオンだった44戦全勝無敗の挑戦者ラミレス。このラミレスはライトヘビー級に上げた後も5戦連続 KO 勝利を収めていて、しかも一つ下の階級から来たのにもかかわらず体格がめちゃくちゃ大きい選手なんで、ビボルといえど結構やばいんじゃないかと言っている人も一定数いたような気がします。そんな試合の試合結果は12ラウンド3対0の判定でチャンピオンビボルの勝利。公式ジャッジの1人が118対110、そして残りの2人が117対111をつける、言ってしまえば大差判定でビボルが完勝する結果に終わりました。僕の個人的な採点も118対110だったんで、特に判定に対するサプライズもなかったですよね。明確にビボルが勝った試合と言っていいんではないかなと思います。それでも今回チャレンジャーだったラミレスは、本当とにかくでかいんで、サイズで言うとこのライトヘビー級よりさらに上のクルーザー級とか、なんならヘビー級にいてもありえなくはないレベルの大きさなんで、その体格的フレームを生かしてここまで44連勝を収めてきたとてつもない強敵ですよね。ただ大きい分、スピード的能力はそこまで高くなくて、対してこのライトヘビー級の中でもうナンバーワンと言っていいくらい速く機動力の高いビボルからすれば、そのスピード差を生かした出入りの激しい戦い方をしやすいんではないか、ラミレスの方が結構厳しい戦いになるんじゃないかと、そんな風に思っていたのが僕の戦前のイメージでした。で、実際の試合の内容で言うと、やっぱりビボルのスピードが生きた展開にはなりましたよね。このビボルがスピード差を生かしてラミレスのことをシャットアウトしたという部分はかなりイメージに近かったんですけど、第1ラウンドから、僕が思った以上にビボルの方からプレッシャーをかける展開になりましたよね。あそこまで開始早々からビボルの方が自分の前足を深く踏み込みながらプレッシャーをかけに行くとは思っていなかったんで、この点は意外だったなと。右構えオーソドックスのビボルと左構えサウスポーのラミレスということで、向かい合った時前足がぶつかり合う形になるわけですが、ビボルがかなり深く前足を入れてラミレスの前足を踏みつけながら間合いを測っていたのが印象的でした。自分の前足で相手の前足を触ることで、でその上で前手を伸ばしながらちょんちょんとジャブをついて、先手を取って圧力を与えながら相手と自分の間にある間合い、距離感に対する意識も高く持つ、ここにビボルのうまさが光っていたなぁと。しかもこのビボルはガードが高いんでね、これも彼の長所の一つですよね。距離感が良くてストレート系のパンチが伸びるし、で出入りも激しく、打ち終わりのバックステップの速さなんて、とんでもないですよ。しかもガードが高いっていうのはね、もうさすがだなと。彼のようにガードを上げた上で速く動けるって、なかなかできないことだと思いますよ。
このビボルの方が思った以上に圧力はかけていたんですけど、その中でやっぱりスピード差も明白、ラミレスの動きに対する反応速度も速いし、まあ、単純なステップスピードやハンドスピードもビボルの方が全然上、こうなればラミレスとしては非常に苦しいですよね。なんとなく今回のビボルを見ていて、僕の中で勝手に田中康生選手の理想系のボクシングってビボルみたいなスタイルなんじゃないかななんていうふうにも思っていました。でラミレスの場合、あまり後半戦に強くない印象が僕の中にあって、やっぱり体が大きい分スタミナの消費が激しくなっちゃうと思うんで、仮にラミレスの方が勝機を見出すとしたら、試合の前半戦でどれだけビボルにダメージを与えられるか、ここが僕が注目していたポイントです。まあ、なんですけど、やっぱりビボルが速いし、もうなかなかラミレスが追いつくことができなくて、ダメージを与えることができていませんでしたよね。まあ、さっき言ったようにビボルは自分の前足をかなり深く相手方向に踏み込んでいたんですけど、それに反して自分の上体、上半身だけはうまく後ろに反らしながら構えていた時間も長くって、要は足の位置に比べて頭の位置は相手から離れているんで、距離の近さに反して頭部へもらうパンチに対するリスクは最小限に抑えられているフォームなんですよね。まあ、これもラミレスがビボルにダメージングショットを与えられなかったビボルのうまさなんではないかなと。まあ、無理にラミレスが詰めていっても、ビボルの場合バックステップからのリターンショットが速いし、ラミレスが打ち返そうとする頃にはもう目の前にはいない、まあ、ラウンドが進めば進むほどラミレスの方が八方塞がりになっていった印象が強いです。しかもビボルが思った以上に近い距離から圧力をかけているんで、よりラミレスの警戒心も高まっていたと思うし、そのせいかラミレスの手数も減っていたんですよね。ラミレスはさっきも言ったようにスタミナ面に弱点がある選手で、それに対してビボルはもうここ過去4年間くらい KO 勝利がなくて、ずっとフルの12ラウンド戦い抜いている選手ですからね。もうほんと後半戦はビボルの独占状、試合の中盤からはもうほんと正直ラミレスが何かできるかもしれないという期待感さえ感じさせずに圧倒していましたね。もしラミレスがもっと強引なラフファイトにビボルのことを引きずり込んでいったら、また違った展開になっていたかもしれませんが、まあ、それでもかなり実力差があったような気がします。まあ、前回のカネロ戦で注目度を高めたビボルですけど、まあ、今回はあのカネロ戦の時よりも出来が良かったんではないかなってくらい、まあ、強敵ラミレス相手にこれだけの勝ち方をするっていうのはちょっとえぐい強さですね。これもしかするとリングマガジンのパウンドフォーパウンドランキングで次回アップデートとかでトップ3入りするかもしれませんよ。今この録音時点でウシクが1位で、井上尚弥選手が2位、3位がクロフォード、4位がスペンスなんですけど、まあ、クロフォードとスペンスは全然直接対決してくれないし、もうそのせいでファンとか専門家たちのフラストレーションが溜まっている。もうそれに比べて最強と言われていたカネロ・アルバレスに干渉して、で今回は最強のチャレンジャーとも言われていたヒルベルト・ラミレスを一方的にドミネートするって、まあ、本当に怪物ですね。この2022年一番活躍したボクサーは誰かと聞かれれば、ビボルって答える人も多いと思いますし、まあ、今年のファイター・オブ・ザ・イヤーに選ばれるかもしれません。でこうなってくると、まあ、カネロとの再戦か、あるいは同じライトヘビー級でビボルが持つ WBA タイトル以外の全ての世界タイトルを保持しているアルツール・ベテルビエフとの全4団体統一戦か、この2つがビボルの次戦として僕らファンたちが望んでいるオプションだと思いますが、ちなみに皆様的にはどちらの方が見たいとかありますか？もう僕が見たいのは断然ベテルビエフとの統一戦なんですけど、まあお金的なとこで考えると
人気ファイターのカネロとやる方が稼げるだろうし、あとベテルビエフはアンソニー・ヤードとの試合が決まっていますもんね。もともと今年の10月とか11月くらいにこのベテルビエフ対ヤード戦が行われる予定だったんですけど、これが残念ながらベテルビエフの怪我を理由に延期されちゃっているんですよ。でヤードはヤードでこのベテルビエフ戦の代わりとしてステファニー・コイコフとの試合が今月の19日に決まっていて、まあ、正直これは調整試合的な意味合いが強いんで十中八九ヤードが勝つはずですが、ここでヤードがしっかり勝てれば多分来年の1月とか2月くらいに怪我から回復したベテルビエフとそのヤードが戦うはずです。でそうなるとちょっとビボルとベテルビエフの間に試合間隔のズレが出すぎてしまう感じもありますよね。だからこれがネックになりそうだなっていうのと、あとしかもベテルビエフって相当に敬虔なイスラム教徒なんで、来年の3月の末くらいから4月の末くらいまでの1ヶ月間ラマダンで断食をしなきゃいけないんです。今年やったジョー・スミス戦もこのラマダンの影響でスケジュールがちょっと延期されていましたよね。さすがに断食をしながら試合に向けたトレーニングをするのは難しいため、もし仮に来年の頭ヤード戦に勝ったとしても4月まるまるラマダンで試合ができないとなると、その次試合ができるのが、最速で6月か、7月かなってくらいだと思うんで、そうなればさすがにビボルもそれまでには1試合挟むことが濃厚なんではないかなと思います。じゃあその1試合の相手が誰になるのか、それがカネロなのか、それ以外の選手なのか、ここは分かりませんけど、カネロ戦があるとしたら、なんかカネロに合わせてスーパーミドル級に落とせみたいなことになりそうで、できれば個人的にはそれはやめてほしいんですよね。ビボルの適正階級はあくまでライトヘビー級だし、しかも前回勝ってるのはビボルなわけですからね。そんな中ね、わざわざスーパーミドル級に落としてまでやらなくてもいいんじゃないかって僕は思っちゃうというか、それならライトヘビー級でジョシュア・ブアッシーとやってほしいなと。このブアッシーのことは結構このチャンネルでも取り上げたことがある選手ですが、本当に強い選手なんでね、これはビボルにとっても簡単な試合にはならないと思いますよ。だからこそもしビボルがブアッシーに勝って、でベテルビエフがヤードに勝って、その上でライトヘビー級の全4団体を掛け合ったビボル対ベテルビエフの直接対決が実現したら、それこそもう誰にも文句の言わせないザ階級最強決定戦ですよね。なんでここはなんとかそんなドリームマッチが来年2023年の夏頃には実現してほしいなと僕は祈っています。ということで今回の放送はこの辺りで終わりにしていこうと思いますが、ぜひとも今回話をしてきたディミトリー・ビボル対ヒルベルト・ラミレスの一戦について、あとは今後のライトヘビー級戦線に期待したいことなんかも含め、皆様それぞれのご意見やご感想をこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければ Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録やいいね、スーパーサンクスもしていただけると幸いです。ではまた次回の放送でお会いしましょう。